ディアブロハンマー復活、あレイディークエ新鮮味がないよね。確かに村の追加は上位レベルなんであんまりやる意味ないよ。あーそうなんだ、なるほど。村じゃいっか。村の GQ ないんだ。でもあのあれね、 GQ 昇格クエいいけど、まあ、ババコンガだったらババコンガ4回もやるのつらいなと思って先にやろうと思ったけど、みんなでやるのディアブロスならいいか。いつも通り一番難しいやつだっけ、 GQ クラス。なるほどな。初見さんいらっしゃい。僕にとっては大いに意味あり。何がディアブロスアーシュいないから一部武器作れないかも。マジか、ババコンが村の方ね、村の方だってよかった。アイテムボックス整理しないと。そう、アイテムボックスアイテムボックス増えないのこれ、もしかして。いいんじゃない、増えてないのかな。マジか、アイテムボックス、あれ、なんかここ誰か会話してない人いるんだけど見当たらない。見当たらない。誰だ、私会話してないの。あ、実質の方かな。やっぱないかな。進行状況ってことはこれ進行しないといけないの。え、誰もいなくない。なんかさ、下画面に吹き出しマークあるんだけどさ、話しかけてそうな人誰もいないんだけど、どういうこと。どれどれかわからない。ちょっと待って、カプコン、もういいや、わかんない。ババコンガやるか。ババコンガだったら装備変えようかな。ブレイブスタイル使いたい。装備のマイセット、何がいいかな。なでしこジャパン、まあ普通にこれが一番強いんだけどね。回復速度プラス1、キノコ大好き。ババコンガって弱点なんだっけな。ルームサービスはポカポカ島の、あそうそう、仮に3。アイテムボックスが増えないのがすごく不安というか不満というか。火だったか。めっちゃガチ装備って。ちょっとどれぐらい強いか分かんないからね。火交流のつがい、火は交流のつがいか。火あった。へえ、火か。アグナの方、新しい狩り技。あ、そっか、狩り技ジャキーンブレイブ。これさあ、あでも仮技は私多分、え、新しいのどれ、多分私まだ覚えてないんだろうな。これもあれか、進行してからって感じかな。はい、ダブルクロスのために準備するんで。
了解。とりあえずブレイブ使ってみようか。いなす、いなすぞババコンガを。アイテム、アイテムはキノコでいいや。で、何がいるんだっけな。消臭力かな。消臭力、これくらいでいっか。ババコンガだし多分大丈夫でしょう。ちょ、ババコンガを受けさせてください。あーごめんなさい、つい微笑みが、微笑みというより爆笑みたい。限界突破、なんなのこのお姉さん。なんかこのお姉さん嫌なんだけど。緊急クエスト、緊急クエストじゃない、訓練クエスト。桃ゲジュウ、消臭力、ベルナ、引き出しあるよ。ママコンガ討伐で増やせる、マジか。ねえ、なんか多分久しぶりにプレイするとアイテムとかちょっと面倒くさそう。準備が。食べるキノコにとっては毒対策も。あー、食事すらせずに出発しちゃった。情緒不安定、確かに情緒不安定な顔してる。とりあえずやろうか。とりあえず1個やってる。食事、ちゃんと食事してこうじゃ。なんか久しぶり、何これ、屋台の究極まかないとかそんなのあった。なんでもいっか。シュウヤさんは確かね、久しぶりじゃないかな、モンハンすんのね。ちゃっちゃちゃっちゃ。てか、あのエリアルじゃないのに乗り上手つけようと思ったけどつかなかったからいいや。出発。上位ババコンガくらい飯なしで余裕？そんなわけないでしょ。あー、映像がダメージ超少なかったよ。マジで。飯食べなくてもいける感じかな、これ。異軍霊ですね、これが。異軍霊、なんか普通にこの異軍霊を探索して回りたい。初めてだもんな。え、これ納品ボックス。あ、地図くれる。地図ね、こんな感じだね、地図。あれ、あ、意外と広いんだここ。あ、ここ釣りポイント。あ、黄金魚と、黄金魚なんていなかった。気のせいだった。広い、意外と広い。あ、ちょっと待って、ここは井上さんが落ちたところだ。私も落ちようかな、ここから。で、これがあのアイテムね、送り届けてくれるやつ。何これ、ヤーマン喋ってるわ。落ちる、落ちる。3番、あ、いるよ、ババコンガいっぱい。ババコンガじゃないけどコンガ。どこだろう。なんかさ、4番寒そうだよね。2番、上に上がるのか。あれ、そういうことじゃないの。あ、こっち、こっちね。あ、こっちはキャンプに戻る。なんか分かりづらいな、これ。ちょっと待って、マップをでかくしよう。2番は、あ、2番はいけないんだ、これ上から落ちてくる系。あ、そんなことなかった。そんなことなかったよ。え、これ本当に2番。なんか2こっちってなってるけど、
合ってんのかな、合ってた合ってた、なんかマップの矢印の位置がちょっと微妙な、あ、ここあれじゃん、バルファルクと戦ったとこだ、ね、体験会ツアー行った時に確かここにいたバルファルク、最初バルファルク多分ね、ブレイブで行ったらいい感じな感じがバルファルク意外と、あ、もういる？いる？私あれ持ってたっけ、ペイント的なやつ持ってる持ってる、で、ちょっと待って、遅い、そして引かれる、本当だ、あんまり食らわない、ちょっと待って、キノキノ、あえ落とされました、まあいいや、ペイントつけたか、キノコ、キノコ食べさせてください、で、あそこに戻るにはめっちゃ遠回りしないとダメじゃないこれ、あ、こっちからはいけない、早速落下いやまさかあそこでさ落下すると思わないじゃんてかこのここのマップなんか落下地点多くない？なんかね、地図見るだけで落下する場所が結構ある、え？ってか思ったけど登れんじゃないのあそこいちいち戻んなくても登れんじゃん今の落ちたとこ、マップを見る感じ、マップを見る感じ多分いけるはず、一方通行じゃないから一方通行じゃないからいけるそこだ、ここか、さあさあ戦おう、てか私ブレイブか、ブレイブ体験版でしかやってないな、じゃあ頑張っていなすか、様子見、あ、なんかお尻に、あ、おならくらくら、ブレイブって、あ、擬人化ができないんだ擬人化ができない、これ R ボタンなんだ体験版でさ、お、いなしたいなした体験版でちょっとしか使ってないからちょっとよく分かってないんで、配信がやばい、あーあー、配信配信、よし、てかまずいなさないとダメじゃない、いなさないとブレイブの意味ないよね多分、ブレイブ、あ、でも普通に攻撃してても上がるのか、あのブレイブゲージ、おお、もだえてる、もうちょっとでブレイブゲージがたまる、あ、たまった、ブレイブ状態になった、あ、これであれだ、ランプ、ランプが使える、すごい、会心が、会心がやばい、さすがキリカさんどこに攻撃してんだろう会心がやばいあー、え、確かさ R ボタンで、あのカウンターじゃなかった、かカウンターできないな、あ、キラン、あ、尻尾壊した、あ、あれが溜まった、獣宿し、ちょっと待ってね、獣宿し、あっシュー、あ、怒った、ほらー、すごい会心が、あ、もう足を引きずっているなんか全然ブレイブの、ブレイブの効果
よく分かってない。へい、全然いなしてないし、攻撃。スレイブ状態にならないと基準化できないのか。いけそうなのに画面端の場所あってすごいプレイしにくい。確かにね、なんかちょっと分かりづらいよこのマップ。あ、食らうんだ、食らうんだ。いなせ、ブレイブなのにいなさないとか、ちょっと私何をやっているんだ。配信が気持ちいい。あ、終わった。本当だ、ババコンがこんな大したことはなかった。まあでもガチ装備だもん。ハグか、久しぶりだババコンがね。モンハンじゃねえよ、フレーム状態。まあでも一番最初のクエストだしこんなもんでしょう。多分上位になりたてみたいな人はさ、ちょうどいいんじゃないかな。よくないか。そろそろこのキリカ装備もちょっと変えたいけど、この装備が強すぎて変える気が起きない。クエストクリアー、イエーイ。上位の一番簡単なクエぐらい。まあ確かにそうだ、 G 級素材。あ、 G 級素材だった、見てなかった全然。え、なになに、ワーニング、え、なんすか。え、え、あ、え、バルファルク。バルファルクじゃん、バルファルクいるよ。え、クエストクリア、え、クリア、え、戦うんじゃないの。乱入、 G 級装備になったら簡単に抜かれるよ、マジか。え、これとりあえずアイテムボックスいっぱいになるまではもらっとこうか。ただの顔見せでしたね。なんだ、バルファルクもう戦えのかと思った。紛らわしいな。しかもあれだよ、クロスの時と一緒じゃん、登場シーンのムービー、ムービーじゃないけど。ハンターさんご無事ですか、よかった。猛スピードで飛んでいきました。あー、これがあのオープニングにつながるのか。う、怖いよ、大丈夫かなこの体調、幼すぎない、ちょっと。バルハルクという名の伝説的な古竜です。古文書に記されていたのみで誰も見たことがありませんでしたから、絶滅したというのが定説でした。へえ、バルファルクいつ戦えるんだろう。うん、なんか難しいこと言ってる。以上です。バルファルクが我々の前に姿を現しました。次に訪れると言われる絶望と厄災というのが気になります。なんだ、なんでしょう。バルファルクを追跡しましょう。あ、バルファルク倒したらエンディングかな。とは言ったものの、この船は空飛ぶ研究室に過ぎません。今のところあんなモンスターを追跡できる飛行能力も強度もないわけで、まあ、確かにボロボロに、ボロボロに壊れそうな。ここからびっくりするくらいクソクエ、マジマジで。ハンターさん、僕は決めました。なるほど、この船をまず強化して、その強化し終わってから初めてバルファルクを追跡し始めるってこと。じゃあクソクエがあるは、あるわけだ。ふふふ、燃えてきました。おお、流歴、流歴戦 G
チケット。いや。スーハースーハー。チャラララーン。え、何それ。え、何それ。え、何それ。なんかいろいろ覚えたね。仮技。あ、螺旋山。双剣だ。大ダメージを与える。でも私さ、双剣の仮技、獣宿しが一番最強な気がしている今でも。あと何が増えた？ああれか。そしてムーンブレイク体験専用、混沌の早く、はい、人役、え、混沌の人役、え、全部つくの。会心銃撃元気心がすべての人役の効果を引き出す。あ、これいいじゃん。混沌の人役、片手剣混沌の人役だね。一応螺旋山使ってみようかな。ちょっと待って、下画面にさ、会話文の吹き出しがすごくいっぱいあって、なんかめんどくささをすごく感じている今日この子。誰だ吹き出し。あ、バルハルク恐ろしかったですね。あー、そういうことか。各村の受付嬢が金、このなんだ、赤い吹き出しつけてるだけか。私も怖くて真っ青になりまして、あっはっは、我ながら絶妙の例え。しかし存在感迫力めっちゃ強そう。そして早かったですね。早かった？目の前をシュンって横切ってバビューンって飛んでいきましたよ。あ、まだドキドキしてる。落ち着け私の心臓。ダメだ、止まらない。止まるか。え、なんかこの受付嬢嫌なんだけど。これ SP カリアザ、え、なんかついてなかった SP カリアザ、受付の人だけ。受注できるようになってます。やったね、おめでとう。やったね、タイちゃん。アイシャの方がかわいい。あ、これで上位がいけるようになった。おお、ツアーと、へえ。あー、なんか小粒な感じのが多い。なるほどね。それじゃん、ちょっとベルナ村行こう。なんか吹き出しがある。ベルナ村、誰だ吹き出し出してるやつ。お前か。別にベルナ村行かなくてもよかったって。実質研究室だっけ。猫城にビーストの、あ、あった、いたいたいた。あら、妹なんだやっぱ、あの女の子。お供スカウト、お、ビースト来たな。どういう傾向なのビーストは。あ、全部あれか、固定のやつは全部一緒だ。 SP 部への笛技とかある。超会心の技、回復速度プラスの技。あー、増えてるな、お供スキルも。あ、あれか、ビーストプラスブメネコも作れるのか、作ろうと思えば。ビーストプラスブメネコいいな。ブーメランジョーズ、へえ。とりあえずこの
ビーストやっとおうかな。超開始プレビュー。あー見た目がよろしくないな、あんまり。卵もあります。村クエ星10まで あるんだ。どのサポートコードいいのか。ビーストビースト状態ブーメラン使えないんだ。へえ。ちょっとどのスキルがいいのかもわかんないからな。結構あれなんだよね、ビースト状態になるとサポートゲージがめっちゃ溜まるから、それを考えると、てかあれか、サポートコードって入れ替えできるみたいなこと言ってたから何でもいいんだよね。まあいいや、とりあえず何がいいのかわかんないからまだ適当に雇ってみよう、ビーストを。いえ、エドガーでいいよ。てか見た目で選べばいいか、ビースト。よし、クソコエやろうかな。見た目でね、そうそう、スキル変えれるから。罠持ちとか、まあなんか何回かクエストを受けてって感じかな。ビースト現在そのうち攻略サイトにこのスキルがいいですよ的なのが出てくるでしょう、きっと。さあクソクエをやりに行こう。クエスト一覧、あ、これをクリアしたのか。火が苦手なやつがいいな。いや、ドスマッカを。ドスマッカを行こう、ドスマッカ。間違えた。もうご飯が適当。力があふれる味だった。猫の乗り上手。乗るのか分かんないけど。アイテムが、キノコ。最高。今日は何時まで？あ、はい。何時までだろう。まあなんか疲れるまで。バナフルボッコか。なるほどね。ここどこだ？なんか全然地図がわからない。ここか。一応飲んどくか。なんかね、ブレイブ、あの抜刀した状態から納刀になるときに、あのフォーンっていうのになるんだけどさ、抜刀するときもなるかなって思って、たまになんか間違えちゃうんだよね。あ、いなすタイミングだって思って、いなそうと思ったら、ノートか、ノートをするときじゃなくて、抜刀するときで、あれみたいな。ちょっと慣れが必要ですね、ブレイブは。あ、月が綺麗。高い。ここ何、ここ、こんな登ってきた私。さあどこにいるんでしょう、あのマッカオさんが。あ、ここもなんか飛び降りれる感じか。うわー高い、雲もない。あ、でここは、あ、
寒いとかじゃない。あ、釣り場がありそうだな。あ、ある。ん、あ、違った、草だった、ただの。あ、あれつけんの忘れた、狩技。獣やだしにしちゃったわ。ちょっと次あれつけよう。どうせドスマッカオとかだし。なんかさ、地図がわかんないから適当に歩いてるんだけど、全然ドスマッカオが見つからない。あ、こっち一方通行。こっちか。ここはバルファルクがいたとこじゃないか。なんかちょっとちっちゃいステージみたいなね。やばい、全然地図が覚えられない。これでこっち行くとさっきんとこ戻って、であれか、こっち行くとお、わからない、地図が。キャンプに戻りたい、キャンプ。あ、ここか、キャンプ。え、どうやって戻るんだこれ。あ、こっちだ、下。迷子だなこれ完全に。ん、キャンプ。あ、こっちじゃなくて、もうキャンプでも迷子になっちゃう。あったあった、地図、地図ゲット。あと行ってないのどこだ。3番、誰もいない。4番、あ、あれか、さっきんとこ。でもなんか2番とかそこら辺にいそうな感じするよね。なんか草原がありそうな感じの。え、全然マッコさん いないんですけど。もう全部回ったよね多分。あ、ここ、あ、ここじゃん。どこだ。あ、いた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 。イエーイ。ちょわー。あ、あたし乗り上手。すごいすごい、ブメ猫が、私のブメ猫が。いやー、どこに飛んでったの。あ、違うの？違うの？ほい！いなす。あれ？ナイス！ナイス！ブーメラン。あー、武器の威力が落ちてきた。多分、私の武器が結構威力が高いのか。あ、なったなった、ブレイブ状態。まあ、いなさなくても最悪あれだね。あ、終わったやばいな、探してる時間の方が長かった。あ、 GQ 素材、上輪、あ、上位素材上輪。タラララン、タラララン。これクロスかな。なんだこれ。これクロス、うん、クロスだね。あ、キランキランしてる。
お、大粒涙だ。ポイントポイント。龍の涙。あ、なんか取れる。何かあるかな。あ、あれか。何もありませんでした。もうあれだね、ダブルクロス最初こんな感じか。すごい寒い。こんな感じだったらある程度やったらちょっと休憩しようか。あ、もう持ってるやつだわ素材。これ何？あー、餌か。餌いらない。忍耐。終了。早く買いに行きたい。みんなダブルクロスもう発売したよ。買いに行かなきゃ。今日多分ゲーム屋さんに朝10時にね並びに行ってる人いるんじゃないか。あれあれ、ビースト。雇用したいです。チャンスココア。いや、まず見た目で選ぼうかな。見た目いいやついないな。見た目いいやついないな。なんか SP 笛ってなんだろう。SP 状態にする。え、これすごくない？プレイヤーと音も SP 状態にする笛？仮技使わなくていいんだ。はーい。どうしようかな。音のスカウトを外見にする。毛並みはいいや。目、ちょ、傷目にしようか。傷目にして、立ち耳、耳、いやいや普通にしとこう。尻尾、ふさふさがいいけど、なんでもいいや。ボイス、なんでもいいや。あー、でも外見って色とか選べないのか。じゃあ能力でいっか。いいや。